はい、それでは始めていきます。第168回ケウフゼロニウム紅白戦スタートします。はい、あ、スタートもされてますね。はい、ありがとうございます。さあ、もう12月の16日ですね。もうちょっとです。いや、何がっていうわけじゃないけど、年明けがね、で、今日はちょっと今のところ人数が少なくて13とかかな。まあ、ちょっと増えそうな感じはしますけど、今日はなんか寒い地方からの人もいますんでね。まあ、ちょっと残念なのがマイクが1個お亡くなりになっていたので、今日はまあとりあえず石原さんと1歳ずつ交代ということでやっていきたいと思います。で、ワンピー側がイッチーさん、はい、最近かなりよく来てくれたんですね。グッズ側がヤリダメさんという名前です。最近よくヤリダメさんというかヤグさんというか、よく来てくれてますね。ヤリダメってなんか卑猥な感じがするんだけど、そういうあれなのかな。で、気がつけば K ダッシュが先制している。ヤリダメさんが先制。さあ、イッチーさんはラルフとか使ってた気がするけど、初手は寄りだったかな。さあ、球の打ち合い、これは飛ぶ。あ、はいはい、ダブルストライクはかなり強いし、相手のゲージがない時が望ましいですね。ちょっと、あ、消えるのあれ。K ダッシュ2盾、あれってどう反撃すればいいんでしょうね。恥ずかしくなるからとりあえず安定のさあ、共通1枚だとちょっと苦しそうですね、この流れ。厳しい、裏から勝利。いいなぁ、抜けるのうまいな。このまま3盾でフィニッシュ、ヤリダメさんの勝利。はい、 1P がバキューム、今は千葉勢ですよね。はい、何回も言ったんですけども、ケウフ2009球ぐらいからかなの自分の試合でございます。オーダーセレクト、キャラクターかなり個性的ですね。ヤリダメさんもちょっとキャラを変えておしゃれなチームになってます。先方クラーク対 K ダッシュ、最後までクラークを寄せてない感じでいければっていうところですけど、かなりめっちゃ良さそうですね。有利なんだけど、なんかあんまりやりたくないようなそんな組み合わせ。相打ちからさあ前転仕掛けていく。ワンピーバーキュームさん、ガンプさんもだいぶ褒めてましたね。さあ、クラークがリードを奪っている。バーキュームカーブタイム、中段台も打たず、打たなかったのかどうなのか。ノクーラ、これはどうなんだろうな。ちょっとケガシより嫌なんじゃないかな、クラッカーにとっては。そうでもないのかな。まあ、これも大変ですよね、さばききらなきゃいけない感じが。ちょっと燃えてしまったか。最後安定のしゃがみし。あ、俺なんか交代とか言って2試合連続で喋ってますねもう忘れているっていう。中堅同士レオナ、まあ、相打ちを取っていく。まあ、レオナ的にはもう相打ちでもまあしょうがないかなっていうか、あんま強い技じゃないですからね。まあ、相打ちが続いていく。うまい。さあ、飛び込んでいく。レオナの飛びは本当落としづらいですね。突破斜め下 C の間を抜って、あなたで
はタネションに置くことが多いけど、タネションが一番向いてんのかな。中堅でも良さそうな感じがするけど、あ、お互い体力を削り合ってレオナが攻めている。一番ガード、あっと思われたのが当たって回収し、これレオナどうやって返すんだろう。あ、なんだっけ、リボルスターで抜けれない、無理かな、記録長いもんね、あれね、結構さっかに攻めさせているが、投げ外して最後はジャンプリー、うまいですね。あ、ワキューム、ワンピガー勝利。こんばんは、トキさんがオーダーセレクト前で書いてくれたので私喋りますが、AGO さんで多分アゴさんでよろしいのかな。でも A ダッシュキングとかそこそこ強い構成でありながら、バキューブさんはなんか俺バキューブさんのチーム見るたびに新怒りチームって感じがするんだよな。ここはなんか98いや96あたりからなんかあの大目の対戦みたいになってますね。何点ですって、おっとガードしている、おっとダッシュ投げを匂わしてコパンを意識させていく。青さんがかなりダメージを取っている。ここはかねって、おっとシャイニングウィザードを仕込んでいる。体力の方はバキュームさんがかなり厳しい。ここで行っておきたい。おーっと演技の置きがうまい。98っぽい。何年経ってもこのイオリの三段笑いは変わりません。なんか同じ髪の色っぽいキャラですが、おーっとさんはなんとか本命のジャンプ攻撃を狙っていきたいが、正しいカウンター、おっと勝利。こうなるとレオナはかなり嫌だ。力は制御できるけど、これラウンド3ファイト。なんか一見するとレオナがちょっと悶絶っぽいような組み合わせな気もするんですが、やっぱり V シャッシャーがある以上は手出し側も警戒せざるを得ないか、手出の方も2ゲージある。アインの上を通るような感じのジャンプ強キックもちょっと厄介かな。これはなんか燃える。さあこのダストをホッとする技、アイントリガーを振り続け投げを外し、スポットバイル決めて前に一連の流れ、もっと今度はしっかりと前転してガーキャンを使ってでも K ダッシュこのままのペースで倒していきたいが、相手がカムキャラゆえ前 B を結構多用していく。そこからのしゃがみ B もかなりキルが、おー、エクスタリバーがうまい。中段さあ残り10秒切ったところでレオナが逆転している。キャラシマトとぶっこい、 ND が ND とジャンプ D、 あなたでラウンド4ファイト。アゴさんもかなりいい動きをしているが、タキムさんの方がリードをしている。ダッシュしていく、しゃがみ、おーっとここはさあ往年の技すかしミラージュダンス。楽しかったわ、またおいで。さあバラを投げて、私はこの前某ゲームセンターでバルログ使ってる方がリアルにバラを投げているのを見ましたが、あれは笑いました。1回連対勝戦、これもまた往年の往復。ジャンプ D、 AD 強い、あーっと発動ここ出なかった、ちょっと金が落ちつい。つなげてレノム、やはりイップのジャンプ攻撃はちょっと落としづらいか。ウィッグがもう無理はしないといったところか。これ美味しい、画面位置が入れ替わって、もう一発、あーと体力がない。最後は中段、バキュームさんが2連勝していく。ゲームオーバー。
はい、バキュームさんに対するはモアさん、久しぶりですね。オーダーセレクトまるで触っていないと、まあそうですよね。ラウンド1ファイト。さあこれもなかなか極端な組み合わせです。プラスはまあ、ボスのキャラはまあどうぶっ込んでいくかですよね。さあやってないというモアさんですが、この動きは切っている感じがする。やばれて、はい、空中内から、うわ、バックステを刈られる。ああ、そうか、リバーサーバックステね、サーティーの癖がついている。はい、これはでかい。うまい。あ、今この投げを見てあれを思い出した、イレブンのあのプロの実況はどうだろうってやつ。ふわっと投げてキャッチ落としてるってラウンド2ファイト。さあ続いて中継裏ロバ、これ絶対苦しいよな、これ。うまっ、くぐって投げる。飛び込んでいく。さあ、ワンドット。ああ、前の先端引っかかってしまう。これ、あんま見ないけど、どうなんだろう。確かに、もう絶対っぽいですよね。リードしてればちょっと変わってくるっぽいけど、状況も手伝ってちょっと苦しそうですね。あ、走って投げていく。まっ、バッキームさんの上手いところはだいぶ出ているが、ダメ、危ない。クリシェイクパーガーキャン。あ、1ゲージ3ぐらい。あー強すぎる。確かにあれなんか本当コマ投げが目立つけど、あれも相当だよね。ジャンプシートあとタッチとかしね。さあここはスパッて、ここはゲージ温存。遊撃剣友人客、上を取っていく。うまい。さあお互いくぐりが非常にうまいですね。さあ徐々にウィッグの体力が減ってくる。遊撃剣苦しい苦しい。で、カナさんなんだ、名前がすごい。13のチンの師匠を募集中。アットできれば女性で俺よりゲームが上手くて女性でパイズが得意な人。オーダーセレクトっていうすごい名前で、すごいキャラ。別に巨乳じゃなくてもそこにあんまり関係ないところだと思うんだけど。ラウンド1ファイト。さあこれオールさんどうなんですか、これは。この組み合わせは珍しすぎて、なんかもう一回ターン取ったもん勝ちみたいなところがあるっぽいんだけど、先方同士だと。マイクがですね、今一個お亡くなりになったおじさんの声が聞けないという悲しい事態でございます。あ、激しい。あ、屈伸してたがちょうどしゃがみに引っかかる。投げ、あ、ガードモーション取れてなかった、そもそも。あ、そっかそっか。さあやはりラモンは、まあ、キャラクター的にはあんま強いキャラじゃないけども、ちょっとなんか変なところがありますね。一回乗ってしまうとちょっと怖いけどキャラか。いやー苦しい。さあ
バンクのバネが来る。繋がってはいないが、あれはちょっと避けづらい状況。うまい、しっかりしている。ロスターうまい、ワンゲージ。確かにやってなくてもさあ。おさん、あの秋葉とかでやってんじゃないの、実は。あ、全然やってない。あ、読みも冴える。うますぎる。あー、これは大取り下札。さあ、リアルに大さんのところに回り込んでるが、そんな余裕はそんな余裕ない気がするんだけど、もう一回打ちそうな気がするけど、ゲージがない。おい、あと見とって投げ外して、うまかった確かにちょっと危なかったけどさあ、ざわついておりますが、これ対象戦、これ苦しいよね、対象戦。ゲージあっても苦しいんじゃないかな。足を進めている。これはだいぶチャンスか。いやらしい攻め。あっ、1ゲージ減ってしまう。あーだー。おずさん、お願いと言わんばかりにおずさんが行きました。ね、で、ショキさん、これはおじさんが勝ったらスライドってことなんですかね。行くと、オーダーセレクト、聞いてね。どうなる。あー、むさ苦しい対決。モアさんのレシオ測定器となった。あ、紫はモアさん。あー、一方これはベイパー、ワンベイパー入りました。あのジャンプ強キック、マキシマキックとか気になるけど、動きがちょっとぎこちないぞ、この人。何やってんだ、お互いこれ。うわ、なん、やべえ、モアさんが口ぶれ、やばい、スリートがでかすぎると。あー、やばいよ、これは聖戦ができなくなる。しっかりとマグロ、激しい試合だ。おっと、なんでやっぱりおじさん座ると画面越しにお互い喧嘩してるんですかね、これ。おお、ワンポイント、もう一発。ここは立ってしまっている。なんかこれでモアさんのマキシマレシオ16になった。ちょっと一転してレシオが上がりました。この人は4人だけ。アロマンチステージをかなり取っているのはモアさん側。そして裏のがゆえ、ちょっとの判断ミスでこうなってしまう。あー、動いてしまっている。厳しいぞこれ。うわー、モアさんのやってない詐欺だ。この男がいる、ダイモンが。地震で対抗して、裏の間が吸い込まれた。これ入る。あ、ゲージのタイムはもう一つ4ゲージになるので、これまま倒せばモアさんはかなりきつくなる。ダーキャンして離していく。ダイモンがいい感じで動いてる。なんでショキさんが驚いてるんだすごい尖ったのが来た。もういない組み合わせですが、やはり球が強いか、ダイモン。
点を縮めて、まあ、地面を叩いて電池返しから、はい、ダイモン君、はい、ダイモン君、はい、ダイモン君、はいと、この後は、うわー、こいつは暴れやがったと。モアさんはかなりいい仕事をしたが、ゲームオーバー。だが、モアさん大丈夫、食器さんはすでに自分の名前に線を引いている。食さんお願いします。さあやってまいりました、バーサスの聖戦が。さあ食さん、モアさんが天地返し食らった瞬間になんか自分の名前のところに線引いてた。早いこの人。そして書いてる、もうすでに。お、食さんはダイモン、クラーク、浦屋城、小津さんはダイモン、マキシマ、あ、貴族か、貴族で、オーダーセレクトで、食さんがまた浦屋城カレーになってる。ラウンド1ファイト。さあこの前の対戦でここは浦屋城がガンピっていうことに落ち着きましたが、今回はどうなるでしょう。いきなりいいのが入ってしまった。ああ苦しい。おー、ただ浦屋城がカレーが攻め立てる。ああ、本日のバーサスの戦線制するのはどちらでしょうか。おじさんがベイカーベイカーの後にマッチの2回に施策を打つが、どこを、うまい、この投げが老害。ナブチ、と浦屋城の方が体力的にはリードして20秒切っていきますが、あ、ジャンプ、このまま浦屋城が何ですか、よいしょと、つまんねえ、この最高と。さあ初期弾は至極冷静。あ、なんかこんな雑魚が相手なのかみたいな顔をしていますが、なんかこの私の友人に似ているこの貴族はかなり強いです。なんか貴族は反対の貴族がちょっと出会いを書かなければ貧しいところですが、あ、でも浦屋城が結構送るのことには変わりないか。さあ手を伸ばしてしっかりガードしていく。ここはおーっと入っていく。あ、いいと。あー、このレッドキックもどきがやはり強い。で、中間同士の対決。ここは今の状況がかなり嫌ですね。腹入っちゃうのが、ここの立ち合いが強い。だからそれを中間の飛ばしで対抗していくものの、ここから紐で逃げて一気に斜め端を押し込んだが、ただ入れ替わる。わー、早出し。あーっと、これはダメだ、トキさんやだ、あの一言。おっと、うまい。これは、あー、D 投げ。こいつよ、あったまってる。いやー、ショキさんはすげー余裕そうな顔してタバコ吸ってる。トキさんにはさっきのピンチを救ったこのキャラダイモンがいる。あー、老眼っぽい対戦になりましたが、ここは、はいよ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 と、ちょっとガードしっかりして、なー、走ってって何も出ない。ちょっと、食さんこれやばいぞ。こういう時の食さんは黄色信号になってしまう。おーっと、しゃがし、飛ばしを駆使してこのまま倒しておきたいおずさんだが、あー、
の代名詞ジャパンを食さんがやってしまう。食さんやばい、ここがまずタバコを吸って落ち着こう。やばいよこれ。あー白黒つけようぜと、はい、あとダブルアップ成功。やばいよこれ。食さんまずいよこれ、どうすんの。初期だろー。なんで地獄極楽食らった、そこを一言。